はい、というわけで今日やってきました。こんばんは。久々の駅シリーズなんですけど、今日はね、高知県に来てます。高知県の方が土佐北側かな、ちょっとね気になったのでやってきました。この横にね川が流れてるんですけど、その川した川なんですよね。めちゃめちゃ何メートルかな、もうビルの4階5階ぐらいの高さにこういう歩道があるんですけど、このなんか崖を沿ってなんかあるような感じで、ちょっとなんか珍しいんですけど、向こうに今車走ってるんですけど、国道かな、走ってまして、なんか気になったのでちょっとやってきました。もうね今時間が9時なんですけども、夜の9時なんですけど、まあいろいろちょっと商店とかねあったんですけど、もう全部大体ね閉まってるということで、土佐、北側ステーションできました。わあ、なんかありますね。ちょっと変わった感じですね。こういうちょっと個室的な待合、ね、なんかちょっと研究所みたいな、研究所というか、ちょっと入っていきましょう。なんか書いてますね。こんな感じですね。電車の本数が、片方だけで1,2,3,4,5,6 ですね。でもうほぼ、ワンマンカーですね。あ、ありますね、この駅に来ましたよっていうなんか寄せ書きみたいなあれですね。こんな感じです。ちょっと冷えますね、山の中なんで。冷えますね。今いるのが土山線ですね。香川県かな、香川県のから、高知を結ぶ列車でございます。鉄道か。はい、ちょっと行きましょう。冷えます。本当にね、山の中なのでめちゃくちゃ冷えます。なんかちょっとね本当に変わった駅です。崖のね横にあるので、ちょっとこの駅の作りもちょっと特殊ですね。ちょっと入っていきましょう。まあ、当然無人駅なんですけども、視聴者さんの中に利用した人とかいるのかな。まさかいるとは思わないんですけど、まあ高知のね視聴者さんもいるので、もしかしたら知ってたりするかもしれないです。おお、橋の上にある駅ですね。珍しいですね。もう橋のねど真ん中にこのプラットフォームがあります。だから今ねこの川を渡ってるような感じですね。ちょっと寒いです、川からの風が。じゃあこんな感じになってます。ちなみにこの辺はねなんかその観光スポットっていうのはないので、やはりこの地域の方に使われている駅なんでしょう。思ったんですけど、改札口もなければ切符を買うところもないので、おそらくその鉄道とか列車の中でね切符を買う感じになるのかな。あ、なるほどね、
使用済みの切符をお入れくださいと。もうこれもねすごい年季がありますね。もうなんか結構錆びてます。はい、いう感じで今日はお届けしました。なんかちょっと電車っていうかまあ列車来るかなとか思ったんで期待してたんですけど何も来ず終わりました。もうね20時34分の列車で、今日が終わってます。今日の到着が終わってます。はい、あこっち側にもあるんだ。こっちは何だろう。おそういうことか。こっちはね普通にあの橋ですね。お、あ電車じゃなかった、トラックでした。なんか電車が来たのかなと思ったんですけど、まあ、そんだけね、あの、山に囲まれた駅になります。ちょっとした音でもね、ものすごい音がします。はい。なるほどね。そういうことです。はい。で、おそらくまあ、なんかね、あの先はなんかご飯スポットっていうか、まあドライブインじゃないですけど、まあそれに近いようなとこなんですけども、閉まってます。閉まるのが、早いです。点滅信号もねおそらく8時か9時ぐらいで、まあ普通の信号とか点滅しちゃうっていう、うん、いう感じでございます。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。まあなんかこの辺のね駅はね本当にあの昔ながらの駅というか、なんかもう本当に ほぼもう無人駅だと思います。まあ、本当に鉄道好きな人とか、まあ、昔ながらの雰囲気が好きな人、ぜひ、行ってみてください。はい。というわけで、今日はありがとうございました。それでは、失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。